日本四国地方徳島県徳島市、八百屋町八百屋町は徳島県徳島市の町名、内町地区に属している。八百屋町一丁目から八百屋町三丁目まである。郵便番号は郵便番号770-0841。八百屋町という読みは江戸時代に町人の町屋だったことを示している。徳島市の中心駅徳島駅の南方。 内町地区の南部に位置している。東西に細長く、東から1から3丁目が並んでいる。東西に伸びる、国道192号の南北に広がる町である。ただし192号の南側の内青谷町交差点の南は両国本町である。北は一番町、南は同様に東西の道路沿いの通り町、西は南北の道路沿いの元町、東は 富田橋通りを挟んで幸い町である。国道192号は徳島市中心部の東西の幹線道路であり、自動車の交通量は多い。徳島中央郵便局があり、その他にも銀行や生命保険会社の支店が立ち並び、近代的ビジネス街を形成している。江戸時代から現在の町名。あわによれば元中町に属し、旧名袋町とある。 徳島城下の町人町の一つ。元の八尾屋町は、現在の一丁目に限られ、西に、中町、木の国町と続き、西横町に出た。なお、上京2年の徳島市中町数うや数では、この町筋は、木の国町筋とある。木の国町の名は、反省初期に、紀州商人が木綿を商ったことによる。一筋北は、上谷町、一筋南は通り町。 神谷町や中央町とともに藩から特権を受けた千倍商人の町であり、八須掛け給料の終わり国や張馬国の出身者が多かった。これらのうち八百屋町のみの町名が現在まで残る。しかし火災が相次いだので一部の商人が序人町に移された。伊本ああに八百屋は五条近くか夕胸にて、この邸を八百もの日の戸にひやをぶつけ、 外自主かも売買バ五金ひやおぐつけこう最初五面の地、小屋を屋邸の者とも行き内いしかれかれ、地へ移り去るよし、その右利はすべて高中より去るぜめ者一切、毎朝この邸に来たりせり、去るゆと見える。1868年に中町、木の国町を編入。1889年からは、徳島市の町名となる。明治期には、 藤村区平が1875年に創業した藤村旅木製作があり、竹尺をはじめとする定規が生産されていたが、消失し移転した。現在は昭和町3丁目に所在する。1941年からは1丁目から3丁目がある。1975年に神谷町の一部を編入、八百屋町交差点南側が新設された両国本町となる。 徳島中央郵便局、ありがとうございます。